はい、本日は野口茂樹投手中日ドラゴンズでございます。こちらは1996年8月11日東京ドームの読売ジャイアンツ戦でね、なんと8回までねヒットゼロというわけで、まさにねノーヒットノーランの期待がかかるこの日のピッチングでございます。この年はプロ入り4年目、開幕から先発ローテーション入りを果たしますが、結果が出ずね2軍落ちいたしまして、7月ぐらいからまた1軍に上がってまいりまして、この年は5勝するわけなんですが、その5勝がですね全て完投勝利というわけなんですね。そしてこの9回ですね、3番の落合から始まるわけでございます。やはり下位の先頭バッターを抑えるというのは鉄則ですがね、その最初のバッターが落合というのはちょっと嫌な感じがいたしますが、これねセンター前に落ちそうな、これをね見事大西選手ナイスキャッチでございます。こういうねファインプレーというのがねノーヒットノーランっていう時はねよくあるあるっちゃありますよね。そして4番はシェーン・マックでございます。この日の野口投手、野口投手らしいといえばそれまでなんですがね、四死球は6個出しているわけでございます。そしてマックをねサードゴロに1人2アウト、あと1人でノーヒットノーラン達成でございます。あと1人という場面でね泣いたピッチャーもね数知れずなわけですが、ここはジャイアンツ代打岸川をね持ってきたわけなんですがね、岸川に対しまして野口でねバンバン攻めて、おこれは最後ショートゴロですね、ショート立浪取って見事ノーヒットノーラン達成でございます。野口投手愛媛県出身で、こちら母校の丹原高校が2000年に甲子園初出場した際にこちらの入場行進で部員の皆さんが入っておりますスパイクなんですが、こちらはですね野口先輩がプレゼントしたものでございます。野口投手高校時代は2年生夏の甲子園の予選においては4試合32イニングスを投げまして、40奪三振の大会新記録を樹立されております。そして3年春の県大会ではですね準決勝八幡浜高専におきましては5回から7回までの9人連続を含む19奪三振をねマークされて、プロにね注目するピッチャーとなったわけでございます。そして1992年ドラフト会議、中日ドラゴンズ3位指名されて入団することとなったわけでございます。野口投手入団から最初2年間はこちら背番号57で、2年目には初登板を果たしまして8試合の、ね、登板に終わったわけでございます。そして背番号も47番に変わりました。プロ入り3年目、この年はねかなり期待されていたわけでございます。そしてこの年はですねもうチームね事情というのもありましたね、高木監督が何ていうんですかねもう途中でね解任ということでね、こう若手のねこの先発候補としてね野口投手ねバンバンね起用されていくわけなんですよね。そしてですねこの年はですね30試合に登板いたしまして、3勝10敗2セーブ防御率 4.80 とね成績のねかなりね負け越しが大きいわけなんですがね、四死球で自滅するようなこともあるわけなんですけどね、そこはねかなりね辛抱してね使ってねもらった年だったと言えるのではないですかね。そして4年目96年はですね冒頭にもご紹介いたしましたよねノーヒットノーランも達成、5勝を挙げ、そしてね97年は肩の故障でわずか11試合に登板に終わったわけなんですがね、そしていよいよブレイクの1998年を迎えるわけでございます。プロ入り6年目98年、こちら宮田幸則コーチが就任されまして、課題だった制球難が解消されるわけなんですが、私の動画でもねこの宮田ピッチングコーチというのをね何回かご紹介させていただきますが、見事にねピッチャーをねよくさせてるっていうねすごいねそういう印象がありますよね。実際に活躍いたしました1998年のピッチングの様子を見ていきたいと思います。この年はですね27試合に登板、14勝9敗防御率 2.34 というね素晴らしい成績を残されたわけですね。このスライダーですよね、野口投手のこのスライダーっていうのがねやはりね野口投手のね持ち味ですよね。ハーフがね見事なまでにねこちらのスライダーでね三振していますよね。そしてね防御率 2.34 というのはですねこの年の防御率1位というわけで、最優秀防御率のねタイトルまでこの年は獲得したわけでございます。今石井選手には打たれてしまいました。またねこちらのね鈴木選手に対してのねスライダーというのもねなかなかねいいですよね。そしてですね、この年はですね、8月30日のヤクルト戦ではね、なんと延長12回をね、投げ抜いてね、203球というね、球数をね、放ってるわけなんですよ。まあね、現在にね、それからのチーム、200球以上ね、1試合でね、投げたピッチャーというのはね、いないんですよ。まあ、宮田コーチのおかげで制球力が良くなってね、ストレート、そしてね、このスライダーもね、ビシバシね、決まるようになってからね、活躍するわけですからね、本当ピッチャーってね、何がきっかけになるかっていうのはね、本当わからないです。このスライダー、ほんまね、武器ですよね。これ本当に左バッターはね、打ちにくいですよね。そしてこれですね、駒田もね、セカンドゴロに打ち取るわけでございます。そして今度はプロ入り7年目、1999年のピッチングの様子を見ていきたいと思います。この年はですね、29試合に登板、19勝7敗、防御率 2.65 の成績を残されております。おっと、こちらショートゴロなわけですかね。今のショートストッパーですね、懐かしいですね、これ。福留孝介がショートを守っている時代のものでございます。1999年というから、これ、福留選手はですね、1年目、新人の時の様子でございますよね。そしてこの年は中日ドラゴンズはなんとリーグ優勝、19勝いたしました。野口投手はセ・リーグ MVP にも輝いたわけでございます。そしてですね、この年は19勝ではないですか、まあ、20勝を、ね、かけて臨んだわけなんですがね、まあ、最終的には19勝で終わったということでね、最多勝は巨人の新人の上原浩二投手が20勝でね、獲得したわけなんですよね。そして翌2000年は開幕投手を務めるわけなんですがね、まあ、99年のね、成績ほどの活躍ができず、33試合で9勝11敗、防御率も 4.63 とね、ちょっとね、成績の方を落としてしまうわけなんですよね。まあね、なかなかね、続けてね、活躍するというのは難しいということなんですかね。しかしながらプロ入り9年目、2001年にはこちら5月24日の試合では1試合16奪三振のセ・リーグタイ記録をマークいたしまして、そしてですね、この年は4試合連続無四球完投勝利という日本タイ記録も樹立されております。そして26試合登板、12勝9敗、防御率 2.46 で2回目の最優秀防御率のタイトルも獲得されております。その後は2003年の9勝が最高の成績で、成績の方は下降いたしまして、2005年は3勝6敗という成績ながら FA 権を行使したわけでございます。まだ31歳、そういったね、過去の実績なんかも踏まえて期待込みでね、年俸1億でジャイアンツにね、移籍するわけなんですがね、3年間でわずか1勝に終わりましてね、2008年引退されることとなったわけでございます。野口投手通算成績は281試合で81勝79敗、2セーブ、防御率 3.69 の成績を残されております。本日は中日ドラゴンズノーヒッター野口茂樹投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では。